現地時間8月19日。米女子ゴルフツアーの今季メジャー最終戦、AIG 全英女子オープン、A カーヌスティリンクスが開幕。2019年大会女王の渋野ひな子は、大会初日4アンダーでホールアウトし、首位と3打差の11位体で第2ラウンドへ進んだ。この日、 渋野日向子はスタートから上々のチップインバーディで発進すると2番をボギー6番をバーディとしてハーフターン後半に入ると11番で見事なチップインイーグルを奪いその後も14番でスコアを伸ばす上がり2ホールは連続ボギーを叩いたものの 1>, 1イーグル3バーディ3ボギーの70でフィニッシュとなった。ラウンド後のインタビューでは最後2つが悔しいですけど、このスコアで回れたことは嬉しいと率直な感想をコメント。11番のスーパープレイについてあれは本当にできすぎです。セカンドはダフったなと思ったんですけど、 いい感じに転がって入ってくれたので、ラッキーでしたと笑顔で振り返っている。また、飛距離に関して気持ちよく触れるようになった分、ゴルフがしやすくなりましたとスイングの手応えを明かすと、課題としてきた100ヤード以内もすごく成長したなと思うと充実した様子。明日以降に向けては、 とりあえずこのスコアをなるべくなくさないように、今日のように冷静に楽しんでできるように頑張りたいと意気込んだ。首位に立つのは、世界ランク1位のネリー・コルダ、アメリカら3選手。今大会は、部の日向子を含め7名の日本勢が出場しており、佐藤ゆかは4アンダー。 畑岡奈沢2アンダーで、ホールアウト。ここ綾香は2オーバー。原襟花と、青、キセレーナは3オーバー。アマチュアの梶谷翼には4オーバーで初日を終えている。上がり2ホールが悔やまれるけど、渋野ひな子はリンクスでの2アンダー発進に、笑顔、渋野ひな子が。2年前に制した大会の初日を2。 アンダーで終えた。寒さはあったものの比較的穏やかなリンクスコースで。1イーグル、3バーディー3ボギー。上位をうかがう位置で最初のラウンドを終えた。スタートの1番からいきなりのチップインバーディパターで寄せるか。アプローチかで悩んだけど、アプローチを練習していた。 少し強かったけど、予想通りのラインで入ってくれたと、幸先いいスタートを切った。直後にボギーを叩いたが、6番で2つ目のバーディを奪い、前半を1アンダーでまとめた。後半に入ると、11番パー4でビッグプレーも生んだ。ドライバーで打ったティーショットは、 ランで、ぐんぐん距離を稼ぎ。ピンまで50ヤード弱の位置まで到達。すると続くウェッジでの2打目を、直接決めイーグルを奪った。これには、渋野ひな子の笑顔も弾けた。さらにその後も14番でバーディー。ここでトップまで1打差に迫った。だが、上がり2ホールが悔やまれると17番。 18番では連続ボギー。17番はセカンドショットでミス。そして最終ホールは1メートルほどのパーパッドを外しての3パッドと。後味の悪さを残してしまった。とはいえ、その前まで1ボギーで耐えて、チップインも2つあったのはできすぎ。アンダーで回りきれたので、 とりあえず一安心と、ほっとした気持ちは大きい。林間コースで行われた2年前の大会では、海外メジャーは愚か、海外ツアーも初挑戦ながら優勝をつかみ取った。しかし、リンクスで開催された昨年は予選落ちを喫した。風が少なかったので、 去年ほどの難しさはないとコンディションに恵まれたものの、その悔しさを克服するようなプレーが、その安心感につながった。今日悪かったところ修正して、明日はなるべくこのスコアを落とさないように頑張りたい。まずは最後まで上位争いを続けられる位置をキープしたいところだ。笹藤ゆかが一だ、さあ4位。 渋野ひなこと、畑岡那社11周位,位に、東京五輪金メダリストのネリー・コルダラ今季の海外メジャー最終戦は、初日のラウンドが終了。5アンダーのトップに、東京五輪金メダリストで現在世界ランク1位のネリー・コルダ、米国と、マデリーン・サグストロム、スウェーデン、キム・セヨン、 韓国の3人が立った。一打差の4位体に、笹藤ゆかのほか、2018年大会派者のジョージア・ホール、イングランドや、アンドレアリー、米国、アマチュアのルイス・ランカン、スコットランドの4人が続く。3アンダー8位体は、レクシー・トンプソン、米国ら3人。この他の日本勢では、 19年大会優勝の支部の、ひなこと。畑岡奈社がにアンダー11位体と上場の、滑り出し。2オーバー90位体のココアやヤカ。3オーバー100位体のアオ、キセレーナ。原エリハナ。4オーバー118位体のアマチュアカジタニツバサは、明日の巻き返しを狙う。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。